お疲れ様です。ラートです。今日はですねこちら三子やっていきたいと思います。というわけで現環境型の三重子デッキですね。なんかエリポン入ったりなかったりするんですけど、エリポンが入ってない、ロイホグの三重子と、で多分前はねユーノとかだった枠が今ゴルナイですね。まあゴルナイいるだけで陸受け強くなりますし、相手もゴルナイ警戒しないといけなくてコスト結構使ってくれたりとかで、まあゴルナイゲーです、ぶっちゃけね。まあゴルナイ持ってなかったらユーノでねいいと思います。はい、というわけでやっていきます。さあよろしく。で今回ハンターがね対空で入ってます。だからたまになんか対空マジで三重子だけとかもあるんですけど、まあハンターいる分空にもね結構手厚いのかなと。よいしょ、タルポブです。で三子ってスケルトン部隊きついんですよ。そう、低めのスケルトン部隊、基本的に三重子的にはローリングバーバリアンなんで、ロリババタルババなのでウッドじゃないんで、相手の奥底低めのこういうところのスケルトン部隊とかで守られると突破できないみたいなのがよくあるんですけど、まあそういったところをゴルナイでやっぱ突破できる。相手の奥の、まあユニットマスクとかもそれこそ残ってくるんですけど、そういうのも全部ゴルナイでなんとかできるっていう、もうゴルナイゲーです。さあ相手はね、ジャイスケラっぽいっすね。これもまた。これもまたとか言って。よいしょ。まあでもジャイスケラだったら、なんだろう、三重子が多分きついと思うんですよ。柳雨雪玉とかだと思うんで。さあ、こういうのもね、カウンター狙えるといいけど。いや、なんかゴースト2枚いるのおもろいな。さあさあさあ。いや、攻めたいっすけどね、ぶっちゃけ。消えろ。消えねえか。いや、結構受けたけど、いや、アドはめっちゃ取ってんすよね、マジ。アドだけ異常に取ってます。これ、ゴルナイ走らせてさ、ゴルナイに、またジャイか。いやー、まあ、アドはめっちゃ取ってるんすよ。まあ、アドだけっすね、でも。だが、しかし、アドだけっていう。よいしょ。いやー、これでも相手からしたらちょっと嫌そうですけどね。どうなんだろう。まあ、スケブがやっぱ厄介なんで、しっかりタルババ転がすなり、ええ感じにできるといいですけどね。まあ、ダクプリで終わるか、こんなの。そうっすね。まあ、ある程度入る。よいしょ。これ、ロイホグヒースピー行きたいっすね、ここ。まあ、矢も来るか。まあでも、矢行き使う。お、熱い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 。飛んでる。落ちちまわねえかな。落ちねえか。いやーこれタワー巻き込まれるな、嫌だからな。よいしょ、走ってもらって、いやタワーに、うわ行かねえのか今の。さあ、いやこれちょっとやばいっすね。いやー、いやでもこれさ、行ったもん勝ちみたいなとこない？マスケ、マスケ頑張れるよ、マスケ頑張れる、マスケ頑張れる、マスケ頑張れる、走れ走れ走る、オーブネオーブネー。いやギリギリですね。まあでも本当にこれゴルナイじゃなかったら相手のスケルトン部隊とかやっぱ突破できないので、別にゴルナイが今回突破できたわけじゃないですけど、マジゴルナイ結構大事なんですよね、本当に。さあよろしく。まあなんか、まあ三子出したくなるんすけど、まあなんか出さなくてもやっぱなんとかなるのがこのゴルナイゴースト、まあ、あとハンターとかかな。周りでもやっぱ攻めれるし、ロイホがあるんでね。そうそうそう。なんか三子ってやっぱ活躍したら強いっすけど、逆にしなかった時にめちゃくちゃこう損するというか、なんか相手が得しちゃうシチュエーションもやっぱあるので、まあ、わかんなかったら出さずに周りで戦っとけば事故ることはないってやつですね。さあ、トルネがないかったらなんとかなる。わあ、いや、すげえ。マジで。勝てえなあ、これ。これ、ジャイつくのかな、どう思う、つかないよな。ああ、オッケー。つかない、つかない。いや、痛すぎる。痛すぎるんですけど、結局は、ユニットを残してのカウンターですね。
いや、勝てねえか、これ。あー、勝てねえ。今のヒースピあったら激アツでしたね。まあでも、まあ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 、我慢で。ダメージ的には、合計ダメージで言うと、まあ本当にイーブンぐらい一緒どうせ。いやー、ファジット悩むっすね。スパーキー持ってるんでね。ちょっと嫌がらせゴルナイでもやっとこう。おお。さあ、まあここはアイゴルでしっかり誘導していきましょう。よい。いやー、いい受け。これ、豚セパするか。で、ケツスパだと思うんですけど、いや、これ、やばいかな、この。スパーキーでしょ？これ、耐えれないかな。耐えます。もう、耐えれるか耐えない、耐え、ん？耐え、ん？気合で耐えるだけなんですよ、マジ。うん。やべ、どっか行った、なんか。いやー、オッケー、熱い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 。相手やってるやってるやってる。いやー、めっちゃいいザップ来た。これ、ヒースピまで行って、もう、ブッパ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 、レッツゴー。あー、オッケー。オッケーオッケー。まあ、3子さすがに固めてしまえば、相手やっぱスプレーザップだけですしね。ヒースピに1回目打たして、巻き込まれないところに、まあ、アイゴレ出して、まあ、あとはゴールナイトか適当に出してって感じかな。タルババも出してって。抜けようと思えば、まあ、やっぱ、受けは、ヒースピとアイゴレとタルがいいですね。3回受けれるんで、そこで。ぶっちゃけ。さあ、ナイス。いや、ちょっと危なかったですからね。さあ、まあ、3C、今別に特別強いわけではないんですけど、まあ、いる、いや。マジでやいるんですよね。まあ、でも、たまに全くいないとかもあるんで、まあ、そういう環境に比べると、まあ、まだマシなのかなっていう。え？やばすぎ。ヒースピーデッキでもトルネデッキあるやろ、全然。さあ。ずるいっすね、今のは。エレキのディガーか。ずるしてきたからな。許せないっすね。エレキのディガーって何なんだ？さあ、バルキリー。いや、マジでわかんねえな。バルーンぐらいしか、でも、ファイスピ？いや、マジで何なんだ、これは。一旦飛ばすか。いや、本当に何のデッキなんだろう。しかも、ファイボっていうのがね、ポイズンでさ、ディガー削りとかならまだわかるじゃないですか。違うんすよ。あ、これまたスケで受けてくるっすかね。あー、いやらしい。ウッディなこと。あら、もうスケファイスピの、あー、なんか施設入ったディガー削りっぽいっすね。今んとこ。バルギリーサイドが出たらな。あ、これはいい。テスラかインフェが出てきそうだけど。ファイボー。まあ、ディガー削りかな。いや、これはもうね、始末しなきゃいけないっすね。はい。ヒースピ出て、トルネの悩みは。まあ、悪くないけど、ちょっと許せんっすね。許せんすよね。いやー、これな、やばいな、マジ。流れがよろしくないっすね。ファイボウッディだもんな、マジで。まあ、インフェか。インフェならまだ。飛んでくぞ。飛んでくぞ。いやー、ダメージ入ってくれ。もっと入ってくれ、豚。もっと入ってくれ。さあ、裏。しっかり当ててく。ゴルネ出して。走る警戒してんな。走んねえよ、じゃあ。よいしょ。まあまあまあ、ダメージだんだん上げてきたっすね。まあ、だがしかし苦しいことに変わりはないと。まあ、良妻っすね、マジで。熱い。良妻で流れを変えるしかなくて、
また走って、おおおお、熱い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 、すごいすごいすごい、すごい、ファイボーがやばい、ファイボーがやばい、いやこれさ、ファイボー間に合うくない、結構入るで、ガチででかい、ガチででかい、ガチででかい、さあさあさあ、いやしかもそれに使ったんで、おい、アイテムにっこり、さあさあさあ、にっこりグッドゲームだなこれ、熱いぞ。でゴースト流して、いやこれディガー、リクケタさんできるんやろ、いやマジでね、ゴルナイゴルナイが壊れてるんですよね。さあゴルナイ受けなきゃいけない、いやこのヒースピー下手っすね僕マジで、こういうとこっすね、いやこういうことしてるとマジで追い上げられちゃうんでね、まあ、当ててる時点でマジ素晴らしい俺、褒めてく。さあ次手前でしょうね、まあ高め三子って出しながらのちょっと、うんうんうん、拾っちゃうよディガー、ディガーおいで、ディガーおいで、よいしょ、やばい、待ってダメージ追い上げられてきた、マジでやばい、笑えん笑えん、マジでやばくなってきた、あゴルナ走った、でけえ、勝った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 、あぶね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 、危なすぎるけど、まあファイブとバルキリーですからね、うん普通にでかいですね、三十四自体は別にそんな通ってるわけではないんですけど、結局このゴーストゴルナイとかロイフグ全て受けようとなった時にだんだんときつくなってくるよねっていうのが、まあ三子デッキですから、三子デッキで三十四が活躍することってあんまないです基本、うん、まあ、三子の周りが強いだけですね、ぶっちぎり三十四である必要性はねないですね本当に、うん、まあおもろいですよね三子は三子でガチで本当でもそれぐらいっすね。さあメガゴホバー、うーんラバ掘りとかかな、メガゴホバー、あーラバーヤナメじゃないですか、マルチではあんまいないけど、さあラバーヤナメだと思うんで、いやこれはね三振大活躍っすよガチで、あーいい檻だ、もう一個ずらせばよかったかな、うんだから相手も泣いてるっすよね、そうそうそう、これに関してはマジで三重四ゲーまであるっすよ。三四一生固めとけば、ガチで多分突破されないっすね。あいでも泣いてるわ。うん。木が泣いちゃってんだもん。しかも陸がさ、まあなんか一枚あるかどうかぐらいのレベル、なんかが。縦線か？あ、ババ使ってくるのでいけ。この間これちょっとやったかも。あぶねー絶妙ー、さあ、しかもバルーンもないので、ファイボでもないと。多分。まあ、多分嫌でしょ。もう安心安全ですね、僕からしたら。で、ロヒョク飛ばしてもゴボウリで受けられるんで、まあ、じゃあロヒョク出さないよねっていう、もう嫌がらせですよね。よしよし。これでゴルナイ出して、まあ、こうすると相手また陸、ババか、まあ、ディガーか。でも、ババ使ったんで、火力枠ないんで、ちょっと行っちゃおうかな。スケドラかな、これで。はいはいはい。で、結構ダメージ入るよと。走らせてディガー以外はゴリゴリ入るよと。さあ来たっすね、これも鬼の許容でいい説ある、ぶっちゃけ、うーんカウンターを考えるでいい気がしたな、これカウンターをしっかり考えて、でここでしっかり逆サイドも行ってあげて、あとゴルナイゴリラ置いて、ババが絶対来るんでね、さあババが、あーめっちゃ低めの確実スタイルだ、いやーこの人もいい強ですね、俺と同じだ、さあ許容スタイルで、ここロイフグは行ってババで抑えられてカウンターのホバディガーとかちょっと怖いので、もうここはあのガイモで、ガイモ一生30視点回ですね、3死出して4枚出してもう一回30し、これ繰り返しとけば、多分大丈夫な気がする。けどどうなんだ？やばいっすね。やばいけど、ここでもう一回3しなんですよ、だから。
よいしょ。まあ、やばいんですけどね。耐えれるっしょ。さすがに範囲で全部行かれないでほしい。危ないって。だから見りすぎるやろ、さすがに。さすがにさ、無理すぎ。いや、ここは、一回無理せず行こう。いや、ミリ残りめっちゃ頑張ってる。いや、これラバ受けされるな。まあ、でもこれロイフグ、さすがにこれロイフグご了承で折れるっしょ、ぶっちゃけ。ここで折れなかったらマジで結構嫌だな。よいしょ、オーケー。いやー、危ないですね。相手うまいですね。低めからのみたいな。ホバのワンパンみたいなちょっと危なかったですけど、まあまあまあ、さすがにね、三振無双でしたね。よろしゅう。まあなんか、ロイホグも、出さないときは出さないできるっすね。あ、これ届かねえな。LSP13 だ。さ、ホグ。ホグ LSP か。ファイスピでも ISP でもなく、ホグ LSP です。やべ。そんなことある？ああ、まあいいや。結局1列になってても、散ったみたいなのがあるっすね。さ、ホグファルチェの LSP っすね。ああ、バルキリー。まあこれ、ゴーストの範囲で。オーケー、よくやった。これ結構熱いっすよ、今。ウッドもファルチェも、ああ、これだからロケっすね。いやー、セパスらよかったな。LSP。からの、ゴブリンか。で、ホグかな。いやー、まあ、地味やぐらいですね。バルキリーがちょっと厄介かな、ファルチと。まあ、ですがやっぱゴーストとゴルナイですね、これも結局は。ゴーストゴルナイゲーだと思ってください。どうしようかな。ゴースト逆。で、あとはトレネで金起動もされるので、あんまり単品でゴースト流したくないですね。まあ、まだやっぱセパしてあげると、あれでもやっぱ事故ったりするんだよね。で、このハンター側に、バルキリーいない方にね、プレッシャー与えます。いや、ババ頑張れるよ。いやー、結構頑張ってんね。で、ホグで3000まで受けてるんで、まあ、左もまあ3000ぐらいまでなら受けていいよねっていうので、強いですね。いやでも俺多分、両サイ削んなきゃね、勝てないっすね。片サイだけだとファルチーもされるんで。このファルチーっすね、やばいのは。おぉ、打ってくんだ、それ。マジか。ゴルナに打ってくんのか。これワンチャン突破できねえかな。いやー、いいよ。気合でダメージ与えてく。しかもマスケが残ってるからね。いや、相手がさっきロケット打ったので、やべえ、これやべえ。やってもうたやっちまりよ、ガチで。わー、マジで何やってんのボケーン。ゴースト皆さん消えます、覚えておいてください。知ってる方もいると思うんですけど、ゴースト消えます。さあ、止めてからの、いや、ゴーストが入るね。いや、これだからロケですね。これだから学ばないんですよね、ロケ防衛を。セパすればいいのに。ロケのゴーストがなくて、いや、入ってっぞ。いや、いいな。これ逆サイにトルネで全巻きあるっすね。さあ、早めに飛ばして、彼にワンチャンだけ生かしたいね。で、これ右にバルキリか。そしたら左のゴルナイが入って。オーケー。さあ、というわけで、まあ三振、まあ何回か出したけど、出すならやっぱ高めであったり、あとはもうゴーストとゴルナイ両サイドにしっかり出して、陸撃発させるのはね、間違いなく大事ですね。はい、というわけで今日ね、三振やったんですけど、まあ、これね、なんかね、家のでもできると思うので、皆さんぜひね、使ってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価もお願いしますね。お疲れちゃんです。またね。